大昔に巨人が実在した説をどう思いますか？太古の地球は酸素が現代より多く、直径1メートルのトンボの化石なども発見されていますが、巨人が実在していればピラミッドの建設も説明がつくような気がします。多分上野の国立博物館とかにめちゃくちゃでかいトンボがあって、で、カナダかなんかで確かその当時でその当時って酸素濃度がめっちゃ高かったので、酸素濃度高い状態でずっと昆虫を育てるとどうなるかっていうのがそのカナダでやって、で、現代のトンボでも確かね、50センチぐらいまでなったかな？普通に現代のトンボでも酸素濃度高くするとこんなでかくなるんだみたいなのも実験としてあったりするので、なのでその昔の生き物がでかかったよねのは事実としてあるんですけど、残念ながらその時代は人類いません。類人類もいません。なので巨人は残念ながらいません。人類が出てくるのは恐竜が絶滅して、齧歯類とかがどんどん、そのネズミとかがどんどん増えてって、で、そっち側のその要は小さくて毛が生えてる動物っていうところが世界中で増えてって、その後に類人が増えていったって話なので、なんでちょっと地球の歴史の段階でいくとまだその時代は人類がいない時代です。人類というか猿ね。上野の国立科学博物館って安い割には結構面白い施設があるので、今もあると思うんですけど、すげえでかい円のそのモニター、プロジェクター、そう、要は円形の中の内側に入るんですけど、その円の外側全体にこう映像を出して音を出すっていうのの、その円の真ん中でそれを見るみたいな、球化っていう設備とか、割と他の場所であんまり見ない面白い設備があるので、なので興味があるというか暇な人は上野の博物館、国立科学博物館行ってみるといいんじゃないかなと思います。動物園の隣です。進撃の巨人で一番好きなキャラクターは誰ですか？私の予想は僕本当記憶力悪いんでキャラの名前とか覚えられないんですよね。へへへ、すいません。じゃあ、リヴァイさんでいいですか？でも、最近読破したんですけど、最近読破したのにちゃんと覚え、アルミンかな？じゃあ、アルミンでお願いします。進撃の巨人のオープニング曲、グレンの弓はオペラ調で歌ってください。歌詞を知らないようであれば、ひろゆきさんの好きな曲をオペラ調で歌ってください。いやー、ほんとね、ジャスラックにお金払うのを避けなきゃいけないので、残念ですね。はい。